JR 北海道は24日、子会社、北海道 JR システム開発、JSD、札幌市東区の40歳代の元営業社員2人が、パソコンなどの水増し発注と転売を繰り返し、計約1億7000万円を不正に得ていたと発表した。JR 北は今後、北海道警に告訴する方針。JR 北によると、二人は2010から16年度、仕入れ先にパソコンや周辺機器を顧客の注文よりも多く発注し、手に入れた商品約800点を札幌市内の買取業者に転売した。今年8月、札幌国税局による税務調査で発覚した。二人のうち一人は、不正に得た金は、飲食などに使った、と話しているという。